はい、どうも皆さんこんにちは、フィンです。今回はこちらの自分の部屋を紹介していきます。そしてこちらの部屋のテーマとしては IoT です。 IoT というのはインターネットオブスイングスの略なんですけど、物のインターネットということで、自分の声で家電を操作したり、ボタンで操作したり、あらゆる面において、スマート化を図っている部屋になります。今回は提供のものもあるんですけど、そちらをメインに紹介していきます。まずこの部屋をざっと紹介しようかなと思います。この部屋はこのように床だったり壁だったりを自分で張り替えたり塗ったりしました。こちらの壁はモルモルという塗料で自分で塗りました。こちらには OSB 合板というものを貼って、こちらの一面をガラッと変えてみました。自分はガレージにも結構憧れがあって、こういった感じにしてみました。ここに工具を、打ち付けておいたり、こちらにあるスケボーを立てかけたり、こちらの面は雰囲気をガラッと変えたいなと思っています。まずこちらにストーブがあります。自分はエアコンではなくストーブを使っているので、こちらにストーブがあるんですけど、こちら見ていただければわかると思うんですけど、ここにとある物体があります。こちらはどういうものかと言いますと、こういったリモコンやスマートフォンから操作できる物体になっています。試しにやってみます。こちらを押すと、このように自分で触れなくてもストーブをつけることができました。こちらはスイッチボットというアイテムになっています。そしてこちらがスイッチボット、リモートボタンとなっています。このスイッチボットがこの部屋にはもう一つあります。こちらにあるんですけど、上のボタンでストーブ、下のボタンで電気というふうに操作するようになっています。さっきと反対のボタンを押してみます。このような感じで、触れずに操作することができます。このような感じで家電を操作してるんですけど、この部屋は IKEA で買った、ライトを使用してるんですけど、こちらのライトはリモコンが付属してないため、わざわざあそこの物理ボタンを押す必要があったんですけど、こちら一つで隣の部屋からも操作することができたり、非常に便利になっています。またこちらをタイムスケジュールということで、何時にオンにして何時にオフにするみたいな機能もできたりするので、本当に便利です。そしてこのデスクを紹介していくんですけど、こちらのデスクも自作したものになっています。ぜひ動画を見ていただきたいんですけど、1万円で足から組んだものになっています。こちらに椅子があったりゴミ箱があったりするんですけど、こちらの PC 周りを紹介していきます。こちらは iMac の27インチのものになっています。いつも動画編集をする際に、活躍してくれています。ティッシュだったり、今回紹介するスイッチボットがたくさんあったりします。付属品だったりスマートフォン、ケーブル、各種文房具、ケーブルだったりその他いろんな文房具があります。そして、ゲーミングチェアも使用していて、こちらになるんですけど、GT レーシングを使用しています。本当に座り心地が良くて、重宝しています。そしてこちらに行くんですけど、こちらも IKEA で買った、安いシェルフみたいなものを使用しています。あまりここが汚いので、紹介はしませんが、こういった感じになっています。いつもは上にカメラをもう一つで置いています。そしてこちらに行きますと、ミニ冷蔵庫です。夏などよく使用していました。そして、MacBook Pro であったり IKEA で買ったライトだったりがあります。そしてこちらに行きますと、いろんな文房具が収納されています。こんな感じですね。そして、反対側のこちらの部分を紹介していきます。ちなみにこちらも IKEA で買いました。裏側には機材があったり
します。こちらもまあ余ったものというか置き場に困ったものだったりがあったりします。でこちらですね、こちらは結構動画用というか、まあ、背景として、結構いい感じになってるんじゃないかなと思うんですけど、まあライトだったり自分の好きなドローンだったり観葉植物、まあ、フェイクですけど観葉植物があったり動画映えするような感じで物を置いたりしています。もう下は適当ですね。でこちらの、照明たちも声で操作することができます。アレクサ、ライト消して。まあ、こういった感じで、スマート化を図っています。それではスイッチボットの詳しい説明をしていこうかなと思います。まあ、今回提供していただいたのは先ほどストーブだったり電気を操作したスイッチボットが3つ、そして先ほどそれを操作したリモートボタン、そしてもう一つスイッチボットハブミニになっています。まあ、こちらは先ほども紹介しました通りスイッチの役割になっています。先ほど声で操作したこちらのライトだったりはコンセントをオンにするかオフにするかという操作が行われています。なのでコンセントを抜いて消す、コンセントを挿してつくみたいな単純な操作のものしか使えないんですよね。ですがこちらのスイッチボットはコンセントは刺さっている状態でボタンを押すことができます。これは本当にすごいなと思いました。近くでスイッチボットを見ますとこのような感じになっています。サイズ感としましては、まあ、手に収まるくらいの、大きさではありますね。そして裏には両面テープが付属されているのでこちらに貼って先ほどのストーブだったり電気だったりを、操作することができます。結構これは強力な粘着テープとなっているので半分くらい、ついていてもしっかり、外れることなく、操作してくれます。でこちらの付属品なんですけど、まあ、このような箱に、入っているんですけどクイックスタートガイドと先ほどの両面テープが1つと、こちらが2つついています。まあ、こちらは替えですね。こちらどういうものかと言いますと、こちらを出した時にこのように隙間があるのが見えると思うんですけどここに入れて使うものになります。こちら入れてどうやって使うのかと言いますとこういった場合のスイッチですね、押したままでは、オフにできないので引っ張ることによってオフにすることができます。先ほど自分が操作していた電気のライトは、まあ、平面になっているのでそこを何回も押せばいいんですけど先ほどのようなこのようなスイッチの場合は右と左で操作しなければならないんですけどそういった時に使えるアイテムになっています。まあ、スイッチボットの画面はこのような感じになっていてこのスイッチボットがこちらのボット EQ というものですね。ここを押すと操作ができるような感じになっています。そしてまあこれストーブ、そして部屋2というのはここの部屋の先ほど見した電気のスイッチになっています。試しに押してみます。暗くなったのがわかると思います。そして部屋1というのは自分は部屋がもう1個あるんですけどそちらの照明になっています。このような感じで部屋がもう1個あるんですよね。でこちらの部屋も、実は操作できるようになっています。まあ、先ほどはこちらのスイッチボットで物理的にボタンを押したんですけど、違った方法でも電気の、オンとオフを、操作することができます。それがこちらになるんですけどこちらはスイッチボットハブミニというものになっています。まあ、こちらのライトが先ほど見した隣の部屋の電源のスイッチになるんですけどこちらのリモコンの赤外線をこちらのハブミニに覚えさせてスマートフォンなどで操作することができるようになっています。まあ、これ以外にもテレビのスイッチだったりエアコンのスイッチだったりを覚えさすことができます。でこちらに覚えたのがこちらのハブミニの場所にあるんですけどここに部屋1っていうのがありますね。で先ほどのこの画面からいきますとオンにするとついたのが分かったでしょうか。電気をつけることができました。こういった明るさだったりもこちらにボタンがあるので
これを押して覚えさせてみたいなこともできます。そしてこちらのハブミニの付属品を紹介します。まあ、箱はこのような感じにあります。そして裏につける両面テープがあります。でこれ自身もこちらに滑り止めが4つ付いているので、これだけでも全然安定します。そしてここに画鋲などが入れれる、まあ、壁掛けなどですね、そういったものにもできます。そしてクイックスタートガイドがあります。これを見ていただければなんとなく操作もわかるかなと思います。そして最後にこちらのリモコンを紹介します。こちらスイッチボットを先ほどのみたいに操作するリモコンになります。でこちらはこのような箱に入っています。そしてリモートボタンの取り扱い説明書があります。でこちらで2つのアクションを設定することができます。そして自分はこのように設定してるんですけど、他にもいろんな機能があります。ここのシーンというところで、シーンを作成することによって何時にボタンを押して何時にボタンを消してみたいなこともできたりします。なので朝起きる時間にコーヒーのスイッチをオンにするみたいな操作もできますし、まあ、そういった感じで操作の幅は無限大にあります。そしてこの部屋にストーブというものに関してはスイッチボットと連携してるんですけど、こちら屋外にいても操作することができます。本当にこれは便利です。なのでちょっと10分前くらいに家に着くなっていう時にストーブのボタンを押して家に帰ってきた時に部屋が温まってるみたいな操作もできます。隣の部屋の電源のオンオフの画面になるんですけど、こちら声で操作することもできます。こちらの設定ボタンでアレクサ、グーグルホーム、シリを経由してオンとオフがつけれるようになっています。で、まあ、こちらの簡単なアプリの説明なんですけど、まずアプリをダウンロードしていただいて、プロフィールを押していただいて簡易登録をまず行ってください。簡易登録をしてからいろんな作業ができるようになっています。そしてホームに戻っていただいてこのプラスボタンを押して、Bluetooth デバイスを検出中とあるんですけど、ここに先ほどのスイッチボットだったりが出てくるようになっています。まあ、例えばストーブのボタンを押しますと、詳細設定というところがあって、ここで押すモードだったりスイッチモードだったりを切り替えることができます。そして長押し時間を継続することができたりします。まあ、こういった感じでいろいろ変えることができます。そしてこちらのハブミニの簡単な説明をします。ハブミニというのは赤外線でリモコンなど登録してスマートフォン上で操作できるものだったんですけど、こちらの登録の仕方をささっと紹介します。で新しいデバイスを追加するというところで、まあ、今回はテレビを追加してみたいと思います。テレビを追加して自分のお使いのテレビを選択していただいて、自分はパナソニックなんですけど、もしここにない場合はカスタマイズというところから設定することができます。でパナソニックという部分を押していただいてスマートランニングを押します。点滅が消えた時にボタンを押せというふうに指示があるので、このように点滅が消えた時にスイッチを押すと、まあ、こちら例なんですけどスイッチを押すと、赤外線としてリモコンを検出して、登録してくれます。まあ、今はやってないのでこのような感じになるんですけど、そういった感じで登録することができます。まあ、あと一つ応用というかそういった感じになるんですけど、こちらのようにボタンで3つの操作ができるものがあるんですよね。自分の場合は入ると、豆電球と切るがあるんですよね。スイッチをつけたい時の登録は1回こちらに読ませるだけでいいんですけど、切る場合は2回押すことによって切るの登録を行うことができます。なので2回押して、読ませるということになります。まあ、何かわからないことがありましたらぜひコメントに書いてくだされば、お答えしようと思うので、そちらにお願いします。気になった方はぜひ概要欄からチェックをお願いします。そして、まあ、新生活応援ということで安く買えますので、ぜひチェックしてみてください。まあ、値段も安くて気軽にスマートフォーム化もできますし、本当に自分の生活が豊かになるというか一新するので本当におすすめです。本当に可能性は無限大というか、やれることは本当にたくさんあるので、自分なりにいろいろ
いじってみるのも楽しいと思いますし、初めての方にも本当におすすめできるので、ぜひチェックしてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。それでは次の動画で会いましょう。さよなら。